久保さん、今日ですね、BM のオイル量が足りませんってポップが出てきまして、オイル入れてきました。ただです。なんか、ただでしたね。なんかあの、なんか入ってて、ただです。前1万円ぐらいあるの時したんですけど、ただでしたね。 今日は結構運転しましたね、だいぶ。まあ、オイル復活したんでそう。まあ、久保さんのあれですよね。久保さんの、あの、他と違ったところは、やっぱ、とにかくまあ、セールスちゃんとしたってことですね。だから、6万長者合宿でも、ね、あの、多分、久保さんが即答で正解した答えがあって、お金稼ぐために何が一番必要だと思いますみたいなね。 なんか質問でね、久保さんが即答でかあの会ってたんですけど、お金くださいって言えるかどうかですね。<laughs> うん、これがね、ほとんどの人が言えないんですよね、うん。これなんで言えないかっていうと、やっぱお金に対して、うん、なんかもらうことが悪いことと思ってるなんか概念がやっぱあるんじゃないかなと思うんですよね。うん こんな私がお金もらっていいのかなみたいな。じゃあこんな私卒業しろよって話なんだけど <laughs> うん。だってみんなお金が払ってるから給料あるんですよ。あなたの会社に誰も金払わなかったらあなたの給料ないですよ。<laughs> うんそれを自分でやるのか会社にやってもらうのかっていう。で、会社にやってもらうんだったら会社のままでいてくださいっていうサラリーマンでままにいてくださいって話じゃないですか。う まあ会社でもね、売り上げを大きく立ててる営業マンもい,いるわけで、やっぱその、どちらかというとね、まあその、全員、事務職も大事だとは思いますけども、まあじゃあ営業マンがね、営業取ってこなかったらね、誰が売るのって話で、あなたの会社の商品、サービス誰が売るのって言ってくるのっていう。うん。だからまあ、あの、なんで、なぜ、なぜ給料をもらえるのかっていうのを考えてみたらどうですかね、そもそも。 なぜ給料はもらえるんですかと。多分、あんま考えてないですよね。うん。なんか、給料もらえるのが当たり前。俺は労働してんだ。給料もらえるのは当たり前みたいなね。いや、労働してもね、会社の売り上げが上がんなかったら、金は入らないですよ。あなたがいくら労働しても、会社の売り上げ、キャッシュがなかったら、入らないですよ。うん。それが事実なんで、民間の企業ってのはそんなもんですから。 まあ国がね、管理してるところは国がお金入れるかもしれないですけど、まああと公務員とかはちょっと別かもしれないですけどね。民間のね、中小企業なんかね、もうキャッシュなくなったらもう給料払えないですよ。ね、南の帝王でもね、南の帝王シリーズでもね、もう中小企業の社長さんがどれだけ竹内力に帰りに行ったかっていうね、マンナさんみたいなね。結構ね、 南の堤防シリーズで中小企業の社長さんが頭下げてね、社長社長こと今月の給料どうなってんすかみたいなね <laughs>。待ってくれみたいな <laughs>。待てないっすよみたいなね。で、頭下げてね、漫画さんなんとかなりませんかみたいなね <laughs>。はい。お金は振ってこないです。いってらっしゃい。